皆さんこんにちは、大河桜です。そしてウルフ北川です。あのアグノムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ブリキュア8オブザスカイやってきました。さよなら。やってきました。やってきた。まあ終わってしまいます。終わっちゃいますね。残念ながら、はい、ここに来て、まあ、スタンダード環境から退場するということで、うん、まあ、ちょっとおさらいしつつ、うん、まあ、どんな感じになっていくのかとかをね、ちょっと考察していければなと、はい、いうふうに思います。行きましょう。まずじゃあこれニュートラルのカードこちらです。何が落ちるんだ。まあまずルリアね。あ、ルリアか。表紙ですね。そう、私がみんなを助けます。いや、ルリアは一緒に助けましょう。結構暴れましたね、このカードは。うん、ルリアって結構使われた、このカード。いや、これすげえ好きだったんですよね、ルリア。役目果たしたよ。ルリアは主にギルネリーゼ・サタンとかですよね。ギルネリーゼとか、あとはなんか普通にこのやっぱ211ってこの次に受けるダメージはゼロになるの効果って意外とルリア以降あんまり出なかったですよね。まあ確かに、そうですね、珍しい効果ですよね。他ないの？ないかな。いや、ないはないんですけど、なんか、なんだっけ、最近エルフで422とかで出た気がする。サイサイ、うん、まあ、使いやすいのはあんまないですよね。そうで、この効果もなんかバフかけて、うん、とかなんかこれにさ、あの幕開けつけてめっちゃ強いみたいな、うん、あとかね。個人的にはこのルリア進化であの三三を取ると下から当たっても三三で残るっていうのが結構良くて、うん、だから意外とね、うん、いろんな使い方ができていいカードでしたね。確かに。まあでもルリア落ちるってなってもなんか現環境だとそこまでなんか困るみたいなデッキはないですよね。いや、悲しい。まあ悲しいよね。まあ、まあ感情面は確かにね。結構進化そのオリビエとかね、ゼウスとか入れる感じのだと強かったり、はい、まあ確かにオリビエとか最近活躍し始めてますからね。なんかバンパイアとかにね入れてもいいかなみたいな、ゼウス持ってくるし、うん、あ、なんか進化エルフのルリアオムニスとかがすごい綺麗で、うん、すごい好きだったんですけど、いいですね。残念残念。ありがとう。ルリアはマジで悲しい。僕はこれはミッドネクロのルリアが一番好きでしたね。ルリーギ ルすぐコースト塗るやつ。そう、まあ、アーカスとかあるか。ルリーギルでは、はい、ギルネ引っ張ってきてギルネ6枚耐性、まあ、毎試合5枚耐性とかにしてギルフェリー決めるっていう非常に美しいデッキでした。俺やっぱサタン持ってくるのが好きだったな。サタンしかも、これルリア残るだけであれなんですよ、アスタロト、アスタロトのね、恐怖も与えられるっていうね。よかったな、これ。して、うん、まあ、レジファイ、レジファイもな、活躍しましたね、これも、うんうん、なんか、普通に強いニコスでしたね。なんか、いいニコスない時に入れるだったり、まあ、単純になんかもうスペルアミュレットいっぱい入ってるようなデッキだったら最適解に、まあ、特に政治士、うん、シシビショップで本当に強かった、ね、かなり強かった、ずっと強かったですね。俺レジェンダリーファイター俺全部発動させたことあんのかな。俺これないっす。ないよね。重々できたことあります。ちゃんとした試合ではない。僕結構あります。マジですか。意外とそのランクマッチとかでやってると相手が忘れちゃうことあるんで、はい、シュレッとやっておいてよっしゃみたいな。結構あなりますね。5回ぐらい多分あると思います、割と見た。スタン落ちする前に走らせたいな。狙ってるのは難しいですけど、僕ねレジファイス3枚光らせたんで悲しいです。ずっと使うだろうと思って。だいぶ愛着湧いてますね。1年間ね、使い通しましたよね、うん、確かに。本当にお疲れ様っす。ですありがとう、ファイター。はい、四天使の剣。2話。あー、これもね。四天使の剣、四天使の剣ですね。え、いつから剣の、タイガーさん結構動画でいつも四天使の剣って言ってた気がする。いや、なんか剣だと思ってたら剣だったから、うん、剣じゃねえかってちょっとさんと言ってて。おお、え、言ってませんでしたっけ。カッコつけて剣飛んでたら剣だ。あ、逆にね。ずっと剣っすね。そっか、戦士大変失礼しました。でもこれはずっと半々ぐらいだったと思う、聞いた時。うん、天使の剣っていう人と剣って、うん、まず訂正したりしないけど。知らなきゃ、知らなきゃよかったな、うん、セラフソードって言えばね、一番いいっす。セラフソードかっこいい。いいカードでしたね。これもね、アミュレットメタにもなり、普通にニコスで使える塾にもなり、うん、ちょくちょく入ってきたイメージですね。はい、うん、これも、絵違いありますよね、天使。ありますね。買った人は買いました。もう使えないと。残念。アニメで使いましょう。アニメで。また秋まで。はい。幕開けか。
これも好きだったな。幕開けってなんかこれ結局幕開け置かれて相手に置かれたらどうすればよかったんですか。結果無視した方がよかったんですか。付き合わないみたいな。基本的にあんま付き合わないで AOE とか言ってデッキだと一気に返したりとかした方がいいかなっていうことがあって、あまあ使われたらねかなり不快になるカードで、ね、でしたね。その分ね、使うの好きだったっすね。まあ、幕開けはまあ落ちても別にいいかな。でも相手の使う幕開けめっちゃ強いんですよね。強い。そう刺されてて本当にどうしようもないからこのカード、は個人的に落ちて嬉しいです。ゴブリン幕開け全然好きじゃないんで俺自分で使うのも使いにくい。エルフとかで強いですよね。なんか強いですね。入っていくデッキ直接ありましたね。フォロワーがいると次の環境ちょっとリノセウスがワンチャン暴れそうな気がするって考えると、落ちてよかったかもしれない。なるほど。まあ、フェアリーに必殺ついたらめんどくさい、ね、そう厄介じゃない。そんなこともないですか。入んないですね。入んないか。はい、まああとはプロトバハムートはあんまり使わないかな。まあでもこの人たちみんな2ピック強い人たちですね。2ピッカーが結構悲しむかもしれないですね、ここら辺。でももう落ちてんのかな、2ピックだったら。あ、そっか、落ちてましたね。もう落ちてるわ、POS 関係なかったもん。はい、という感じで、はい、という感じですね。結構名残惜しい子が多いとか、まあ、ルリアだな、やっぱ環境が変わるとかはないですけど、まあ、普通にずっと使われてたから落ちて悲しいって感じですかね。やっぱニュートラルは使うからなんか愛着湧きますからね。エルフ、はい、続いてエルフ、これね、これはね、最近強いやつ、あくび、オムニスが出て使われて、さらにリノセウスにも3枚入ってくるから、割とこの環境ではかなり見られたカードですね。あくびがね、強い、あくびがとにかく強いですね。エイラとかね、止めてね、遅延して、いやー、僕もこれにレイジ負けたんで、本当に。あ、見ました。僕は落ちて嬉しいです。いやランダムすごい、なんでもやめてくれ。強いカードだったんですけどね。強いっても強い。間違いない。まだちょっと。まああれですね、大事なところでメーテラですね。メーテラもね、過労死。過労死枠。過労死枠どういうこと？絶対入ってたから、このカード。とにかく。書いてあることおかしいんだよ。何入れても強いんだもん、だって。いや頑張ったよ。まあ過労死ですね。よく頑張った。でもエルフを支えてたぐらいのカードですね、本当に。もうメーテラは、メーテラマジ出たばっかの時はいつも2枚引けてたのに、もう最近2枚引けないんですよ。そうなんかそういう環境になったんですかね。火力高すぎてすぐ死ぬんですよ。しかも空中戦の環境だから、確かに触ってこないで処理できますからね。1枚しか引けない、悲しい。ちょっと今の環境にあんまり合ってないっていうのはありますけど、まあそれでも別に合ってなくても単体は強いのは間違いないから、まあドンマイって感じですね。ドンマイ。まあ彼女はリメイクされて戻ってくることです。ああ、そんな気はする。そしてコルは？ああコルは最近見ないな。コルはね、これもうアッパー調整されてもされてもって感じでしたね。まあなんか地味に流行ったカードではありましたよね。でも結構楽しかった。ゴリラエルフでしたっけ？コルはが使われたのって。ゴリラ。ゴリラエルフ。森の戦士、懐かしいな。一番使われたかな。まあ、いぶし銀なカードでしたよね。フィルっていうのが、まあ、僕も結構好きなカードなんですけど、まあ、ただ打ったから勝つのかと言われたらあれな。なんか有利な相手にはとことん勝てるみたいなデッキでしたよね。確かに。あとエッチでしたね。まあそれは間違いないです、この見た目が、ね、そこがやっぱ人気の秘訣です。プレミアパチクリするからね、目をね。超大事ですから、そこ異形も落ちるんだ。異形ね、異形ってもうそんなずっといるんだ。なんか全然見ないから、なんかわりかし最近のイメージです。最初の方全然使われてなくて、そうですね、で最近だってようやく使われてきたカードだから、まあすぐ落ちるのかなって感じなんですけど、残念。結構昔からいたんですね。そうですね。頑張った頑張った頑張った。セルウィンは正直こっちの効果を発動させたことないです。私あんま使わないっていうか、セルウィン自体がそんな使われてないもんね。アンリミのスタンダードリノには結構入ってて、その下の効果も今日割と使うんで、まあ、アンリミで、まあ、今後もご活躍くださいということで。なるほどなるほど。さよならっすね。
ぱこれ見る感じエルフは大ダメージ受けてないですね、うん、そこまで痛手は、うんうん、これがあったら結構強かったかな、それだけぐらいかな、うん、っていうところですかね、うん、まあ全然いけると思います、うん、むしろエルフ強くなりそうですもんね、うん、なんかこれ残ってたら結構悪いことできそうなカードいっぱいある、次のコンセプト自然ですからエルフが強くないわけないでしょ、間違いない間違いない、そのままナチュラルですよネイチャー、じゃあ次問題のロイヤルいきますか、うん、はい、よいしょ、ネイチャーネイチャーって書いてあるもんだってね、そういうことね、そう、うん、やばーロイヤル終わったじゃん、レイサムいなくなっちゃうじゃん、じゃあレイサムやば終わりだ、カロシカロシ終わった終わった、レイサムがもういなくなったら、マジクラスだってクラスロイヤルって名前じゃないですからね、レイサムレイサムって名前のクラスでしたから、クラスが3落ちですよ、確かに、うん、もうリオードってクラスになる、そうやだな、次からのロイヤルはリオード、リオード4文字カタカナで、うん、いや統一してますからね、そうですね、まあもうほんとこういうクラスでしたよね、ロイヤルに合ったコンセプトの、うんうん、本当にいいカード。カードで強力な能力。ベストベストカード。うん。ベストマッチですよロイヤルと。グッドデザイン賞受賞。デザインもいいし効果のねイラスト見ますけど。うん、デザイン賞は。うん。まあまあまあ。効果はもう最高。最高でしたね。これ以上ね、うん、好きなテキスト出ないでしょう。おりました。超気持ちいいもんね。うん、ナイトがどんどん出てくるの。いやありがとうな、プレイングもね馬ぶれるし自分うまいってね錯覚しちゃうんですよねこのカードで勝つと錯覚すること大事なんで、うんうん、俺うめえ俺つえってやって、うん、気持ちいいっすよやっぱり、結構気持ちよくなるカードだったな、いやこれレイサム以上のフィニッシャー出んのかな、もうレイサム再録してほしいもんね、うん、うん、もうあの自然の導きでみたいなノリで、うん、頼みます、うん、レイサムもう次の段で普通に出てほしいからもう、ね、レイサムはもうあのあれにしてほしい、ベーシックカードにしてほしい止めますよ、うん、はい、ダークナイツ、わーダークナイツ強かったな、また疾走なくなりますね、これでもとりあえずもうベインさん、ベインさんね、ベインも強かったし、もうベインさんにそのまま負けるゲーム結構あったから、ああるあるある、うん、ベインのケアをまず5ターン目は絶対考えないといけないっていう、ロイヤル対面しててそういうカードでしたからね、うん、だってまあそうっすよね、あの人よりでかいんですね、ちょっと名前が飛んじゃった、何何ソニック4の人、あテトラ、そうテトラよりでかい、テトラでかいからな、確かに、うん、出るの5ターン目だけど、でもこれはね取りづらかったよ、うん、ジークフリートもな相当使ったな、うん、まあでもなんかレイサム5のエンハンス8でジークフリートとあれパーシバル、うんうん、めっちゃ強かったイメージがあったんで、うん、それ両方チンだったらまあ超使った、うん、ジークパーシね、何でも取りながら、うん、一つ残せたりパーシアサとかねやってましたね、うん、やってたやってた、パーシアサもあるし大変いい感じでした、スノジークフリートも結構強くてね、最後の方は割と使ってたんですけど、あ必殺が強いんだよね、必殺54立てると相手中盤上から取れないから強いみたいなのもあったんですけどね、まあ、今環境的にロイヤルあんま強くないんで、うん、これが落ちても正直って感じはあるんですけど、たまに馬ぶりジークランスロットとか出しませんでした、ありますね、守護立てつつ顔詰めるやつね、ああ、うん、いや結構面白いカードだったな、うん、本当にこの 4つでチョイスするやつって他にまだないっすよね、4つはない気がする、うん、あれだオートメーション、ああでもあれもでもあそっか、うんうんうん、そっかそっか、乙女ぐらいか、うんうんうん、なんかこういうカードまた出てきてほしい、うん、そうですね、バリュー高すぎ、いいカードだった、でまああとはちょっと細かいところだとシャルロッテ、ゼッタあたりですかね、ルシウス、ユリウスルシウス、まあ、はい、これはそこまで痛手ではなさそうですけど、そこまでリーシャが出てきて結構ね使われ始めて、うん、割と強かったんですけど、あとターニャとかもね、うん、ターニャね地味にリオードにたまに入ってたりする、うんうん、ただちょっと強いですもんね、あれから出てきますか、あのあれかアミレットから、アミレットから3で出てくる、うん、ボン、これちょっと強かったんですね、うん、
はい、といったところでしょうか。いやこれ見た感じ次ちょっとロイヤルが怖いなマジで。もうリオードですよクラス。いやもうそうなっちゃいそうですよね。だっていくら強いカード上出てもレイサムとドラゴンナイツの穴埋め結構きついっすよ。なんかとりあえず今まではそのロイヤル頑張ってレイサム着地してから耐えてればなんか、はい、ナイトがちょっとずつ走って削って勝てたと思うんですけど、それができなくなるから結構大変ですね。ちょっと雲行きが怪しいかもしれない、うん、ロイヤルも空中戦に早く移行しないと。そうですね、耐えて耐えてってことができなくなる。はい、ウィッチさんです。まずこれ導きやばいよ、ほんとやばいよこれ。いやね、これおかしかったもんだってもうおかしいよ、ゼロコス2ドラおかしい、スペルブースト1できる、おかしいね、おかしいカード、おかしい、シャドーバース一番強いそんなカード再録されてさらにまた落ちると、なりまして、はいはい、そうなんですよね。導き、ただ導きが落ちた期間があるんですよね。ありましたね、あった、あのどこで精神統一の時だ。そう、精神統一とか、あとルーニーとか入れないといけないみたいな時のウィッチって全然強くなかったんですよね。確かに。で、導きが再録されてからめっちゃ強くなったんですよ、また、うん、つまり、これが落ちたってことはまたウィッチ怪しいかもしれないっていう。今強いっすからね、全部にこれ入ってんすよね、導き、機械でも、うん、ソロモンでもやっぱこれに頼り切ってるんで、ウィッチはやっぱ秘術じゃないですか、これから来るのは。それはあるかもしれないね、レビで引けと、レビに頼るしかないってことですかね、うん、はい、一旦スペル軸はちょっと落ち着くかもしれないですね。運命の導きのことは忘れましょう、うん、導きダメ、このカード導き帰ってきてくれ導きはダメ、水ダムコアしかないよ、もう水ダムコアでちょうどいい、うん、ソロモンから引けないもん水ダムコアじゃ運命の導きはきつい、まあちょっとない中でもう強いデッキでもきっと生まれる。もう一回帰ってきてくれ、うん、もう一回帰ってきたら8個数になってほしい、うん、もう起きてよりお前だったら起きて入れて起きてよりお前8になってくれ、きついっす。え、これベスポ落ちんじゃん。あーもう意外ウィッチは終わり。え、秘術もじゃあね、だってもうドローできない。ちょっとね、ベスパーも、ベスパーとあとさ、もう一枚なんかさ、カリオストロかな、 あとあ、グランドスピア、グランドスピア、あーじゃあ、まあでもベースポー落ちるのも痛いな。結構痛いですね。秘術もまあでもそんなでもないか。まあでも大釜出せんのは強かったな。致命的ではない。致命的ではない、あるに越したことはないですけどね。ベスパー、ベスパーなーはあんま好きじゃないから全然いいや。嘘そんな好きじゃない。あの下っ面がね、2つ使うよ。アクセラが使いにくいんですよこれ。あ、まあ、確かに全然これ2にならなくてこれが重なって、あ、わ全然出せねえじゃんってなることが多くて、あんま好きじゃないですよねこのカード。だからセリフとかすごい好きでした。セリフなんでしたっけ、あの私はゲド、勝てば聖堂ってやつ、ザコゲン、はいはいはい、そんな強くやったんですよベースは。そう、あの1点出すだけなのにザコゲンっていうザコしか倒せない確かにザコ以外倒せない弱い者いじめみたいな。そして、かわいいカリオストロさん。カリオストロとあとミラ、じゃあミラ、ミラでもこれ完全にもうじゃあもうマナリアは終わり、マナリア終わった、一旦終わりなのかもしれないですね、うん、うん、まあまた来年ぐらいね。そうっすね、また一気に増えていく、レジェンダリーミラがレジェンダリーファイターみたいな。ミラ今悲しいですからね。なんかマナリアがティア1だった時にナーフされて、うん、でその後、まあパワー不足で普通に76でも多分今きついですから、それが今7になってるってことで、まあ一旦落ちてその後5コストで帰ってきたらいいんじゃないですかミラめっちゃヘイト買いそう。一回まあ7は落ちて大丈夫です。なんかミラめっちゃ嫌いなカードって言ってましたよね。俺っすか、顔が嫌いです。ミラちゃんだよキャルルみたいなこの見た目で言うからきついんですよかなり。わりかし年いってそうっすよね。いってるでしょ。そうっすよね、そのキャルルって感じじゃないですよね。厳しい進化後が、うん、特に教師ですもんね。私もまだまだこれやばいんですよ。確かに進化絶対するじゃないですか。しかも絶対進化する。だからこれがちょっとマナリアがあんまり好きになれない要素でしたねまあでも逆にそういう人が
そういう人が好きな人もいますから、うん、そういう人が、ね、そういう人が使えばいいんじゃないですか。嫌いです。これは好きじゃない。何がカードね、うん、前髪ないし、まあこんなもんですね。前髪はあってほしい、確かに。本当にで、上半身は、あー上半身ね、なんマジでさ、これ2ピックだけテキスト変えてほしい。あー2ピック強すぎちゃう。15枚かぐらいにね、2ピックで別に強くなかったら直されなかったっすよね。うん、構築でも結構使われてて、うん、結構いい感じのバランスのカードだったんですけど、いやマジこれすごい好きなカードだったのにマジムカつく。2ピック最強すぎてナーフされたっていう、ね、そうだ、ナーフされたんだ召喚士。いやピックだけね、うん、だからもうデッキが半分以下とかでいいじゃん一旦。うん、でもそういう表示でいいと思う。このテキストがやっぱピックがね強くなっちゃうんですね。どうも。そうそう、確かに。それなのにもかかわらずどんどん出すじゃん、そういうカードライトニングキャットみたいな。確かに確かに確かに、なんか出てきますね。なんで確かにね、デキ半分以下とかにした方がいい、ね、それ怒ってる俺は、そこは確かにね、ルール違うから。それじゃ天野さとしに文句言わないと。大変なさとしよ、本当によ。なんで天野なんで俺っつって、さとしが悪い、全部。なんかウィッチいろいろできる、なんかいろんなカードがなくなってちょっと寂しいですね。結構アルルメイヤも、うん、プレミア1枚持ってるからちょっと1枚ピン出し入れするのがちょっとアルルメイヤな、機械ウィッチにちょっと入れてたこともあって、うん、あ、そういうカードが落ちるっていうのはちょっと若干悲しい。運命絶気魔物、はい、次は絶気魔物。でもちょっと使いにくさがありましたね。ドラ、おこの人、いやー終わった。1億円、1億円のカードがね落ちると、いや伝説作りましたからね、このカード。ただ強、うん、8713 8713ですら普通にやばいのに、怪物スタッツの振り分けと守護の振り分けがいい感じすぎて、マジでえぐい、いい感じなカード出し毒、うん、だってこのカード出せばなんとか助かるみたいなのすごい多かったから、うん、進化切っても強いし、うん、伊達と合わせても強いし、そう、何より伊達が悲しんでますよ一番。おい相棒一番そうですよ。いや、マジでいいカード。これアクセラ2がマジで使いやすかったですよ。ドラゴン事故りにくくなったんですよね、ポセイドンのおかげで2が埋まって。やっぱでかいのも出せて2も出せるってすげえ良かったんですけどね。これでもほんと1年ぐらいしてやっとどこに変わるか分かったんですよね。え、これポセイドンって外側向いてんの知ってました？え、ほんとだ。今こうやってまじまじと見たらちゃんとヒゲ生えて鼻あって、この赤いのが目なんですよ。ほんとだ。え、うん、分かる。どういうこと？あの上の方向いてますよ。こんな、うん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 、でヒゲ生えて、いや優しそうな顔してる。こんな顔すよ。え、なんか俺もよく今見るまで俺ヘクターみたいな感じだと思ってた、ずっと。そう、うん、え、ちゃんと優しい顔だよこれ。あ、ほんとだ。めっちゃヒゲ生えてる。ほんとだ。普通のこういう顔なの、おじいちゃんみたいな顔なんですよね。これ頭柔らかくないと顔が分かんないやつですねこれ。あ、最後に見えてよかった、ちゃんと顔を。でも、うん、そんなもんなのか。うん、ポセぐらいか。でもね、アドラメレクがね、ドローソーで今結構使えるから、ドラゴンただでさえドローソーないんですよ。出るよ。まあ、だから大丈夫。これ、うん。悪夢の始まりを追加してもらえればもう何も問題ないから。ドローソーとしても別に微妙だから。そうなんですよね。いいっすよ、こんなんいらん。いや、いらない。いやでもそんぐらいしないとドラゴンドローソーないぐらいだったんで、さらにそれこれもなくなっちゃうってなるとみたいな。ちょっとね、ゾーイ出た時クソ強いんじゃねえかってされてたけど、あんまり使われなかった。そうっすね、そうでもなかったんですよね。うん、難しかった。意外とね、決定力がない、打点が、うん、あと安定しないですからね、言うて次のターンに勝てないといけないし、あと守護で完全止まっちゃうっていうのが、うん、守護貫通までついてたら結構暴れそうかな。ああ確かにっていうイメージあるけど、こいつ強いと思ってたけどそんな強くなかったな。確かにこのピックでは結構暴れてましたね。うざすぎカード。こんなもんですかね。そうっすね。ポセイドンね、次のターン、あ、次のターンじゃない、次のターン、うん、ネプチューン出ますから、うん、出ますね、ポセイドン五冠みたいなカード。だ、ね、から全然大丈夫です、ドラゴンは。確かに確かに。彼は、彼女は8899ですね。855と222台ですね。そうですね、899、うん、そう、疾走がつくから、うん、めちゃ強いと思いますよ。すごい使いやすそう。ポセイドンの代わりになり得るカードと思います、うん、全然同じぐらい強いですね。では問題のクラスです。やば、え、やばね黒、これがやばい。終わったじゃん。見たくないもう。
終わったじゃんこれ、うん、グレモリー、レディグレー、フェリー、ソルコンはまあ似たようなの次追加されるけど、フランフランがやばいな、やばでもフェリーもやばい、いやもうやばいやばいマジか。ネクロはどうやって勝てばいいんですか。歯です。歯です。そうなっちゃいますよね。歯ですのみのみ、歯ですで勝ちましょう。クラス冥府、クラス冥府で歯です。マジか。最新弾でね、フェリカ、フェリ、フェリじゃねえや、カムラとアイシャが追加されて、うんうんうん、だってもうあれもフェリのためのカードじゃん。そう、フェリがあるからこその強かったカードなのにフェリいなくなったらもう意味のないカードいっぱいありますよ。確かに。ギルネリーゼとかもなあ、もうアイシャなんで出てきたってなる、うん、出てきても君4点でしょ。確かに。タルタロスとかもなあ、うん、勝てないしな、殴ったとしても、うん、こげないうん、ネクロがやばいっすね。でもマジフェリーが落ちるの本気でやばいっすね。そうやばい。フェリーを決めきれなくなっちゃいそう。フェリーケアしなくてもいいっていうのがさらにやばい。でマジどうやって勝てばいいんだろうな、ネクロ。機械ネクロも結局フェリーだしな。あー確かに。やっぱりハデスしかないもうハデス以外ない。ハデスか。うん、ちょっとまあこの、まあ、フェリーだけでなく、うん、まあ、グレモリー、グレモリーもね、うん、1位で出しても強いし、過労死カードでしたね。ね、しかもね、タンゲさん、うん、そうだったんだ。死が見える、うんうん、エディグレイも、うん、確定作業でしたね。骨抜きにされてましたねこいつに。でフラン、フランないと面取れないじゃないですか。もうやばい。エンコン、ゾンビパーティー、ゾンパ欲しいな。こうなっちゃうと、ゾンビパーティー復活ってことですか。うん、この子はね、墓も稼げるし、面も取れるし、ゼロコスを温存しておくっていうのがもう非常に使い勝手が良くて、いろんなプレイングを可能にしてくれてたんですけど、こういうカードもなくなっちゃうと、フィニッシャーと中盤支えるカードがやばいな、一気なくなるんでね。結構ね、そのララもフランで結構使いやすかったんですけど、うん、ちょっといろいろしにくくなりますね。ネクロはネイチャーだな。自然でどうにかするしかない。ネイチャーに行きたい。今も別にネクロそこまで強いわけじゃないじゃないですか。弱いですよね弱い。機械ネクロも弱いんで、うん、ネイチャーしかない。もうネイチャーネクロだ。自然ネクロ、これがこれ落ちんのもだるいんですよね。これ結構強かった。これがこれいろいろケアできていいカードでしたよね、うん、ハデスにも入ってたし。あ確かに。これ出されたらえ負けじゃんってなりません？なるかなりなる。マジか。そうすげえカードだった。はい、残念。ネクロは本当ネイチャーに期待、うん、頼む。いや案内にもてか落ちてるんだ。リオード、リオード取れないですよ。リオード取れたのにこいつ。いえ、あれも大丈夫。あれもあれも。もうリオードは出ない。いろいろ痛いなネクロ。バンパイア。お、待ち。待ち、ついにか。待ち。ついに待ちが落ちる。ピーラ。じゃが。あのこうしてみるとバンパイアそこまで。漱石。バンパイア大丈夫だよこれ。復讐バンプになんか必要なカードないですよね別に。もう必須なカードは落ちてるし、もうでもバーネルク2つ走らんすねこれ。ああ、うん、自称バンプは完全に終わりを告げましたね。うん、あの一世を風靡した自称バンプはまあこれさよならと。バーネルク走りたかった。バーネルク強かった。強かったね。強い。あのカードはマジで強かったけど、でもバーネルクもスタン落ちってことっすねこれ。実質、実質ね、そうですね確かに。フラウロスもね。フラウロスもちょっと確かに。痛いのはまあビーラぐらいかな。うん、ビーラと。これただ強いしたね本当に、うん、終始。うん、最近復讐使ってて結構強いなーっていう時多いんで。うん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 。まあ、機械ビッチメタですよね。うん。ビーラは良かったな。なんかすごい222っていう絵をしてるし、うん、進化すると。
444っていう絵をしててよかった。そう結構タイプなんできついですねこれは。ミラすごいカードデザインもデザインも顔も可愛かったですね。うん、男がみんな好きな髪型だしな。確かに嫌いな人いないですからね。誰一人知ってんだな。ミラはミラ知ってんすよ。じゃあミラちゃんがこのミラの髪型になればいいんじゃないですか。あ、そうですね。男に好かれるけど女に嫌われる髪型ですねこれは。で、はい、まあ、あとはルアシのサキュバスもちょっと悲しいかな。キャノンスマッシャー、キャノンスマッシャーの恋人、好きだったなこのカード俺。うん、サキヨン、うん、サキヨンすげえ強かった。え、これ早落ちんの。フルソン、フルソン、フルソン落ちる早いいよ落ちてさよなら。まあ、ヴァンパイアは大丈夫そうですね。ヴァンパイアのおもちゃだったから。ビショップレフィーエですね、これは。レフィーエがない。ら回復カードって他に何個ぐらい落ちるんですかね。今のエイラビショップに入ってるカードだと、でもレフィーエぐらいか。いやレフィーエ辛いよ。まあまあでかいですね。結構でかいと思いますね。おっぱいがでかい。うーん、エーロさもありましたし、やっぱね支えてくれましたよね最後の方は。最後は確定みたいな感じになってますし、うん、やっぱりね母性があったんですよね。母性しかない、包まれてたレフィー最後は。うん、でかさは母性みたいなとこある。いやね、言われてみれば確かにこんな地味な効果なのにくっそ強かったっすよね。強いんだよな、うん、やばいターンだってフォロワーまで回復しちゃうんだもんこれ。いや効果はめっちゃ地味ですよねこれだって。回復の周りが強かったですね、うん、エイラ、テンコ。そうっすね。1回復のアドがビショップすごすぎて。これレフィエいなくなったらエイラどうなんですかね。まあ、戦えないことはないですけど、うん、まあ、弱体化はしますね間違いなく、まあ、結構レフィエを込みで、まあ、レフィエを出して次のターンに来るとで全部返すとか、あ、進化圏を温存してその後の動きもずっと強くなるみたいなカードだったんで、動きに、ね、柔軟性がなくなるみたいな、まあ、なんか実質リソースでしたもんね。そうですね、あ、確かに、うん、実質リソースであり進化圏であり、うん、永続的にアド取れるカードでありみたいな、本当に母性みたいなカード。母性、本当に母性。ママ、まあクルトが強いから。まあまあそうだね、うん、クルトはいるからね全然。あ、テミスも落ちるんだ。でもこれチェキババも落ちるし、うん、もうビショップはエイラしかない。ほんとそうだよね、エイラしかできない、うん、まあ、次の段でアミレットがちょっと、まあ、ネイチャー、ネイチャー、ネイチャーに期待でね。ピムは強そうなカード出てるんで。そうですね、チームも割と期待してます。走るカード結構出てますよね、うん、あ、もう最後か。ネメ、ネメシス、あー、シロー、シローからゴローにね、改名した。名前改名しましたか。唯一じゃないですか、シャドウで名前が変わるっていう。変わってねえよ。え、変わったの。名前ゴローになったんですよ、シローが。まあ、まあ、コストはね。あ、でもいた、そうだ、エルフの狼が大老になった。あ、まあ変わりました。改名勢ですね、これゴローなんだ。ゴローに改名したんですよ、このカード。ゴローゴローまあ、このこのダンは最強カード、最強だった、うん、最強できた。人形ネメやばかった、本当に POS 環境って感じのダンでしたけど、で、まあ、シルバー俺強かったと思うんですけどね。いや強いっすよシルバーは。なんかね、まああのアザゼルとかにも強いし、うん、結構この1点クロックすごい好きだったんですけど、ククルも強かったしね、ダメージ源として。シルバークックルね、シルバークックル、シルバークックルも知ってる人少ないんじゃないか。このセットは良くない。でもめっちゃ強い、これはタチ悪すぎたからね。めっちゃ強かったからねこれ、うん、クミユ可愛いんですね、うん、クル兄ちゃん見てほしいですよ。可愛い、クミユめっちゃ強いんだよなこいつ。クミユめっちゃチチでかいんですよ。チチしか見てないじゃん。もいます、本当だ。あ、そうだそうだそうだ、思い出した。え、進化前、ね、バーンって進化前別にあれなのに、なかなか進化しないから気づかない。ロコミ、ロココロボミみたいな
ロココ。さあロココも落ちると。これ来た時弱えと思ったら強かったな。強い。使われて分かる強さ。やべえ、うぜえってなって、ロココのテティビアこれ破壊できねえんだけどってなって、うん、2枚人形持ってかれますからね、うん、いいカードでしたね。昔はね、結構ロココ3枚左右の時代はロココを切るか切らないかで結構タクを悩まされたんですよ、ね、うん、あの2でってことですか。あのエンハ5で相手が持ってたらこれ、あーなるほど、進化置きすれば相手の進化したから咎められるけど、ロココだけ恨めみたいな、ロココだけ恨めでどうするかなみたいな、うん、なんか結構あって、それに結構悩まされたカードではある。なるほどな。最近は見ないですけどね。はい、マルドッキ落ちんじゃん。はい、無視。マルドッキ五感きますよ。あ、きますね。そうなの。あ、共鳴でなんか全体1点ダメージ与える女の子ですよね、シルバーの。マルドッキより強い。マルドッキより強いですよね。あれやばいですよ、普通強そう。しかも攻撃されないんですよね、あの子。マルドッキの姉ちゃん。とりあえずマルドッキは、うん、あのファン出した時の演出だけはすごいかっこいいんで、うん、マジで見てほしい、これだけは。まだ見てない人はね、うん、だから今のうちに出してください、そうなんだ。マルドッキは出てくるんですよ、もうマジですか。見なすぎてマジで分かんない。これに専用のすごいエフェクトあるんですね。そう、ちょっと最後に見とこうかな。最後、最後見ますか、最後にね、マルドッキを、うん、はい、ということで、うん、まあ、こんな感じますか、それだったんですけど、まあ、ネクロやばいですね。ネクロはやばそうだな。総評落としたネクロ、あとロイヤル、ロイヤルが結構格をぶっ潰された。あとウィッチ、導き、あ、まあ、ウィッチ、まあ、導きやばい、でかい、あれ結構やばいです。結構やばい。そう、というかこの3つかな、やばそうなのは。なんかウィッチは導き落ちて結構妥当な感じになる気がするんですよね。ティアは下がりますね、多分。圧倒的にティア1じゃなくなる気がする。あ、で、あとレフィーエかな、ビショップレフィーエと。ヴァンパイアが全然あれですね、無傷、無傷っすね。自称、自称カードしか落ちないですからね。あとビーラーぐらいなんで、いやちょっと本当ネクロはあと6ヶ月ぐらい辛いのかな、これは。どうなんでしょうね。6ヶ月長っ。次の次の段まで。ヘリサイ6まで長い。そうですね。あ、そうです。まあでも、ね。ララで、いろいろできるよ。うん。ララ、あいつにかかってる。フェリーを手札に加えるみたいなカード。ああ。ぜひ。ラストワード、フェリー、回収。はい。おお、すごい。すごい。ね、ほら。どう。なんでこんな凝ってんの。もう一回見たい、もう一回見たい、もう一回見たい、もう一回見たい。めっちゃ凝ってる。めっちゃ共鳴する。めっちゃ面白い。やばー。超かっこいいっしょ。何こいつ。やばー。すげえ。こんな2連続でマルドッキのような妹みたいなの初めてよ。あー取られた。マルドッキを。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイ。